始まりました。水曜日の女たち広島編、玉木千春です。そしてサラサです。こんばんは、よろしくお願いします。これなんか俺もあれだ、1月に痛い目負ったあのチューチュートレインぐらい行きますか。じゃあ行きますか。じゃあ行かない、行かない、先輩本当やめてもらっていいですか。いいでしょう。ということでね、はい、あのなんでこんなにテンションが高いかということですね、はい、今日も、海岸通り駅から徒歩5分、ブルーライブさんから行っておりますが、はい、先ほどからね画面中央にドアップで映っていた、はい、ブルーライブのイケメン、某 H さんがですね、先ほどからエイプリル風にちなんでか何なのか、お酒の嘘情報をくれる。そうですね、味がね、これね、嘘情報が何度となくいただいて、はい、テンションが上がったんですけど、まずはこちらね、はい、ブルーライブさんではいつも素敵なお酒とお料理と楽しめるところなんですが、はい、毎月誕生日月の人にはね、あの無料で1杯プレゼントなんですよね、はい、これノンアルコール、何でしょう今日は、はい、ダイヤモンド、そう4月のね、じゃあ乾杯して、はい、嘘情報を無視して味を決めてください。ちゃんとした情報をね、はい、皆さん今日もこんばんは、はい、こんばんは、バンバイ。あどんなの4月、栗の香りが早い、栗の香りがする、栗の香りしないさっき散々言ったのに、いや、さすが豪快な嘘をね、ありがとうございます。これが嘘なのか何なのかあれですよね。栗じゃなくてアーモンド、そうアーモンドにはですね、はい、アーマレットというですね、あ、アーマレット飲ませるのがちょっと違った、アーマレットという抽出液ですよね、おもとに全然言えない、抽出液アーモンドの抽出液がアマレットと言います。それをダイヤモンドチックにアレンジしたという。ダイヤモンドチックね、うんうん言ってますか。まあ、大きい丸いただきました、はい、ありがとうございます。完全水みたいにしか見えないですが、香りがふわっと飲んだ瞬間に栗の香りがするけどアーモンドだと、さっきどんな嘘をつかれたかっていうと、これは栗ですって言われて、全員が栗の味しないな、栗の味しないなってなんて言ってたんだっけ、森川君。バニラ、なんかバニラエッセンスのファッと香るんですけど、バニラもあんな首かしげてるから絶対入ってないよ、ね、こうなったらバニラが入ってるっていう嘘も欲しいけどね、あっちからね、あっちからね。ということで皆さん先ほどから嘘嘘って言ってますが、はい、4月1日、うん、エイプリルフールをテーマに今日は番組をお送りしていきますので、はい、常に嘘をついていきます。そうですねですが、で、森川君はどんな嘘ついたらいいってね、さっき悩んでたんだけど、私と町子先生の見解はいつも通りでいつも通りじゃなければ嘘でしょ。嘘をね、ついた覚えがなくてですね本当に嘘ばっかりなのについた覚えがない、悪気がないからね悪気がないんだ。そうなんですよ、適当なだけの、そうそう、嘘をダマくらかそうっていうあれダマくらかそうってアコギな感じではなくて、そう、もう素でね、そうなんですよ、しょうがない、いろんなことがめんどくさいんでしょ、真面目に話すのとかそうだけどさ、こういう人がエイプリルフールの嘘ついても大して衝撃ないよね、だから騙されないでしょ。ついたことある今までエイプリルフールに、わざわざ、いや、まあ、わざわざってことはないですけどね、うん、今日はなんかついた、今日は誰とも会ってない4月の1日から誰とも会ってない、はい、誰とも会ってない本当、はい、後であの森川先生には4月1日今日からの増税になりましたけど、はい、それ切るよ増税を、ね、あなたほらやっぱりあの増税に今回関わったということで、そう、ね、自民党の、ね、いる方々といろいろお話しして、そう自民党の、そう増税に来るのメガコネガスがお前そうなんですよ、変な振りするなほんまに増税何パーセントだとか知ってます。うん、もう分かった、何パーセントです、ん、何パーセントになったでしょうか。普通に言っていいんですか。いいです、いいです。8ですよね、お前嘘つけやそここっからでしょう、ね、ここはまず8って言っとくんです。まず8って言う、はい、あ、みんな見てくれてますよ、はい、ジョニーさん、はい、そしてザ・サクサ君、ナベちゃん、カズリンさん、こんばんは。ムツゴロウさんも見てくれてありがとうございます。ムツゴロウさんね、この間の東京編の時にお悩み相談をゆりか様にして、うん、おうおう、あの好きな人がいると、もうすぐ好きな女の人に会うんだけど、なんかいいキノコを処方してくれて、あの大石ゆりかのキノコの館っていうコーナーが始まってゆりかさんもキノコ大好きなので、あの方ね、あのキノコ好きってあの顔で言ってることの
どういった意味が含まれるかちょっとご自身で把握してらっしゃらないんで、ね、私は視聴率が上がればいいと思ってコーナー採用したんだけどそれでゆりか様にキノコを処方していただくことになって相談してる間に実は好きな女の人にもう振られたと番組中に分かってでゆりか様から処方された、はい、あのキノコが結構なんか父にまつわる感じのやつで、なんかね、傷つけると白い液を出すっていうね父だけっていうなんか、ね、またそのゆりか様もね処方します、父だけとかおっしゃるわけですよね。これね、傷つけると白い液が出るのとかまたあのちょっと顔立ちで意味わかんないことずっと言うのど真面目にやってらっしゃるんだけど、それで酔ってらっしゃるんですか。あの人生に狂ってらっしゃるから、ね、なるほどですね。年中無休エイプリルフールみたいな存在が、エイプリルフールじゃん、ゆりか様って。そういうもんですかね。なんか本当っぽくなくない？プライベートわからないでしょ。わからん、わからんでしょ。プライベートを全くわからん。まずコンビニにいそうにないし、何食べてるかわからないじゃん。コンビニの店員はしてそうないですよね。してるって言ってない。コンビニに行きそうにない。水色のやばい、ムツゴロウから話が広がったけど、まあ、とにかく、はい、あのみんなに山に行けって、山に行って遭難しろぐらいの処方された、かわいそうな人が、うん、なるほどね。そしてヒゲじいさんも見てくれてます、ミワちゃんも見てくれてますね。そして白川さん、猫耳さん、スガちゃん、マチコ先生こんばんはって、スガちゃんはマチコ先生にしか会えない。ひどいね。仙台のユージが見てくれてる、森川君こんばんはって、こんばんは、皆さんこんばんは、ユージさん、皆さんミカちゃんも見てくれてます、ミカさん、ね、皆さんはどんな嘘を今日はつきましたか、または今日はずっと嘘、嘘を皆さんスウェットでも書いてくださいね。あ、白川さんが、森川先生しばらく見ないうちに、トークの腕が上がりましたね、エイプリルフールうまいうまい、こういうの、こういうの、ちょっとぬか喜び、マチコ先生、玉木さんより綺麗ですね、エイプリルフールみたいな、うん、いいと思います。マチコ先生嘘ついた、今日は人に会ったまず人に会った今日はあの某ラジオの生出演もあったんで、まあいいですね、人に会ってるはずなんですけどね。見えてなかったわ。あ、見えてない。あんたね、ラジオの生出演してきたの。そうでした。すごい嘘ついてる、すごい、ね、あんたラジオの生放送に出て人に会ってない、どういう記憶の回路になってるの。そういえば今日あの広島 FM でですね、言った、某局って言ったの、まあ、広島 FM の番組に出させていただいて、はい、聞いた方いらっしゃいますかね、広島の人、はい、聞いた方、広島の方、聞いた方、ラジコとかの、そうですね、全国で聞ける。そうだ、今日からラジコで聞けるんだ。じゃあもっとつぶやかない、ここで告知しないと、ラジオ出るときはね。そうですね、全国で聞けるからね、はい、その今日から始まる新番組で生放送なのに、うん、それを全く分かってなくて、うん、聞かされてないですもん、だって詳細を、今日から、今日から始まるの、であ、生放送なのって番組中に言ったら、いやいや、じゃないけど、打ち合わせの段階でいろんなことが分かってて、そろそろ生放送始まりますって言われて、うん、生放送だったんだといいね。あんた、私 SBS さんで収録なのに毎回緊張してやってるの、はい、あんたみたいに生きていきたいよ本当そんな感じ、いつも仕事に対して常にいい加減ってことよね。まあ、そうです、ね、仕事に対して違う違う、一生懸命やってます。本当、あ、それがエイプリルフール。ノーノーエイプリル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 マチコ先生、なんか嘘を今までエイプリルフールについたやつあります？なんか、うん、そういう行事にはあの縁がないです、ね、行事だってマチコ先生、エイプリルフールに構わずたまになんかあの、うん、しれーっと嘘つくじゃんあれ私毎回騙されるんよ。あれが一番タチがある、ね、前あのウルフさんが、うん、いとこのめいこさんか、めいこさんってあのハラサさんのファンで長いことファンの女性のファンがいるんですよ。しかもまだ若いね、うん、で若いって言っても私と同じぐらいだから、ちょっと上か同じぐらいだから、ちょうど幼稚園児ぐらいの女の子連れてたから、うん、あ、でも私はウルフさんは一人だなって思ってたのに、うん、マチコ先生が、あれウルフさん子供なのって言われて、私急にいろんな諸事情のある人なんだと思ってほら見て、この悪魔の笑いで、あ、分かったっつってすごい真剣にやってたら、途中でふふふって今みたいに悪魔のように笑われて、えって言ったら、めいっ子ですって、お前ってなったからね、お前ってあのマチコ先生は嘘つかないと思ってるじゃん。そうだから森川君がついたら絶対騙されないけど、うん、マチコ先生がついたら私 100% 騙されるから、それ一番タチがあるですよね。そうよね、だから結婚詐欺とかしても絶対いけるよね。あ、ありですね。でも騙された人も騙されたって思わないこと、うん、マチコさんだったら騙されてもいい方いそうじゃない、うん、騙されたって気づかないかもね。それいいですよね、誰も不幸じゃない、誰も不幸じゃない、気づかないんだったら、ただただ
ちょっといたずら心がその時は、ね、もう急にウルフさんにいろんな諸事情の人みたいなの勝手なフランスから勝手なバックボーンごめんなさい、それはごめんなさい、ウルフさんの世界にお名前を発信してすみませんあ、ゆう仙台のじいさんもですが、ひろえちゃん、北海道のひろえちゃんも見てくれて、ゴー君もこんばんは、とこんばんは、ありがとうございます。もうみんな、グレコさんもだ、グレコさんこんばんは。そして嘘ね、根が正直だから、あ、突然ですが俺結婚しますと、ジョニーさんが、ありゃこいつ絶対嘘だよあ、畑田さんが、帰宅途中ですと、あら、お気をつけて帰ってくださいね、足元に、やばい、大阪のアリちゃんが本当のこと言ってる、玉木さん、玉木 D カップになったの、まず呼び捨てで D カップ、違うよ、 F カップ、あ、聞いてくれる聞いてくれる、なぜ急に、いや、聞いてくれる、はい、この間、うん、何川美容外科の、はあはあ、美容外科の看護師さんと友達になったの、二人と真剣に包茎手術についてそうそちらでは、なんで笑う、そちらではワンカップを大きくするのに20万だって、はあ、それ安いのか高いのか分からん、両方でそうそう、なんか CC で入れるんだって、じゃあ片パイ10万ってこと、片パイ10万ってこと5万5万で半パイ、半パイってか 半カップを大きくできる、ワンカップじゃなくて、ワンカップじゃなくて、でもワンカップを大きくするには20万なんだって、あ、でもそこは安い方なんだって、うん、でも20万って自分には大変じゃん、うん、だから私考えたのよ、うん、ツイッターとフェイスブック、いわゆる SNS で、うん、一口1万で玉木千春の包茎手術代を募集するので、ちゃんと払った人にだけビフォーアフターの写真を見せる、どう、あ、5万ごまかったらじゃあ触っても嘘よねえ、でも看護師さんと友達になったら本当すごくない、で他にもいっぱい聞いて、あの美容外科看護師あるある聞いたんだけど、めっちゃ面白かったよ、なんかね、ここの手の傷を治したいと、傷を消したいって来たんだけど、その傷どうされたんですかって来たら、トカゲに噛まれたって言ったんだからね、その看護師さんが言うには、治さなければいけないのは傷よりもっといろいろあるなっていう患者さんがまた来られるんですよ、ね、あのそのトカゲ、でも面白くなっちゃったんだって、その看護師さんで、そのトカゲはどんなトカゲだったんですって言ったら、アヒルに似てるってんだって、もうさ、カオスでしょ、手の傷、トカゲに噛まれて、どんなトカゲの質問にアヒルに似てるんだろう、話がこう、噛み合ってます、噛み合ってた、アヒルに似たトカゲに噛まれた傷を直しに来るの、美容整形みたいどう思う、どこの東京のですか、もう、あの結構いろんなところにある超有名なところ、うん、でどんな患者さんが多いんですかって、もう9割方変わった方が多いので、うん、もうどういう人が変わってるかがもう分からないぐらいみんな変わってるんだって、その一人ですもんねそう、包茎、ね、真剣に包茎手術の相談はした、そう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 、あ、なるほどね、朝ちゃんさんが、朝ちゃんさん、はい、はじめまして、こんばんは、こんばんは、 LL に行ったよって、 ありがとうございます、本当これは本当よとありがとうございます、あ、すごい、グレコさん、次回の玉木ちゃるワンマンコンサートは国立競技場で行われます、おー、ありがとうございます、いや、これはないことないですよ、夢のあるね、夢のある、いい嘘、こういうのこういうのついていこうよ、うん、他には本人が見ている前でその話しますか、あ、どの話、多分さウルフさんウルフさんの名前言っちゃったよな、義経様こんばんは、こんばんは、いいですね、もしもそれがしは広島におれば横川かじるで餃子をかじる、これ毎回言ってますから、義経様が横川かじるで餃子をかじる、はい、うん、あ、はじめましての方が見てくれてます、コロッケさんかな、コロッケさん、はじめまして、こんばんは、沖縄の宮古島からだって、おー、いらっしゃーい、こんばんは、広島で一番綺麗な東京の玉木千春です、そして広島で活躍しているそこそこなサラサです、恐れ入ります、森川先生はなんかでしょ、なんですか、ジョン・メイヤーの次にギターがうまいって言われてるんです、次の次ですね、あ、次の次、そんな森川先生のギターテクニックちょっと見させてもらえませんか、あ、もうサラさんの1曲目に行く前にちょっとこう、せっかく初め沖縄の宮古島だよ、コロッケさんのためにちょっとドゥルルルってなんかすげえやつやろうよ、おお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 お
すごいね。いえ、コンテストがね近いんだよね。あ、そうなんです。あの、うん、フィンガーピッキングコンテストっていうですね、うん、あのまあ、ソロギターの全国大会みたいなもので、ギター1本でね、うん、20人ぐらいの参加者が、まあ、決勝残った人は20人ぐらいただひたすら、静寂の中ソロギターを永遠と繰り返すというですねなんともマニアックなイベント、うん、あ、まあ、コンテストなんでね喋っちゃダメ。あ、全く喋っちゃダメ。そう、お客さんも出演者も喋っちゃダメ。もうただ技術のみにのみ。玉木さんはまあいいや。私はもう技術ないから、喋って、喋りが技術だから。そうそうそう、あんたこっちとらべしゃりで食べてるんだから。そんなイベントが、うん、横浜は赤レンガ倉庫、これ玉木さんも前やりましたね。はい、モーションブルー、うん、あ、じゃない、会場は違います。会場は違うんです。の中にあるホール、そう、4月12日土曜日、うん、いいですね、あのフィンガーピッキングコンテスト検索してください。ぜひね、応援、森川君応援しに行ってください。でも喋っちゃダメなんでね、心の中で応援する、心の中で応援する、皆さんもね、わかりました。素敵です。さあ、じゃあちょっとサラサさんに一曲言ってもらうので、はい、スタンバイしていただきますが、あ、すげえ、ユージさんが3口乗った、ゴー君さん5万払います。3万なら5万出してってならないですかね。野口さんがさ、すごい払ってたのが、栃木の野口が5万かって迷ってるから。迷ってるお前5万、私何杯触れるんだったら5万ぐらい安いだろ。よるおくん、今年は海外に行くぞって、海外旅行行くぞって夢のある、あのお話をしてくれてますが、ワンカップ大関酒の話ね。はい、じゃあということで、サラツさんのレコーディングはもう無事全曲終了、はい、そうですね、あとはミキシ、ミックス、はい、影山さんのミックス、今年アルバムを出される、そのアルバムの中から1曲、サラツさんにまずはお送りしていただきたいと思います。聴いてください。4月
ありがとうございます。ありがとうございます。お聞きいただいたのはサラサさんで仮タイトル4月でした、はいはい、毎回ね仮タイトルで前回もね、うん、言いましたけど、サラサさんは毎回曲は仮タイトルつけてライブで何度かやってからレコーディングに入ったりする感じ。うーん、曲によりますね。そのもう最初からレコーディング前にできて、うん、レコーディングしてからそのライブでやったりすることが、まあ、ほとんどだったりもするんですけど、ちょっと今回まあそれの反省点もいろいろあって、やっぱりこうそのレコーディングする状態の時にやっぱ私たちがそのまだ馴染んでないというかっていうのもあって、まあ次に作る時はもっとこうライブでやってからいろいろ試してから、ね、うん、あのレコーディングしていきたいなというなんか、ね、年に1枚というペースを無理に頑張ってきちゃったんですけど、まあ、今回とりあえず頑張って作りましたけど、次はもうちょっとじっくり作って、うん、ライブでもこうやってアレンジももっと詰めて、うん、CD っていう方がねいいのかなと。やっぱライブするごとにこう、あ、今度はこうしてみようっていう、同じ曲でもこうアイデアが出たりとか、わかるわかる。私も全然違うもんね。あのバースデーワンマンライブするじゃないですか。ちょっとここ一回エイプリルフールじゃなくお話すけどあのメンバーを永田譲二さんに選んでいただいて、はい、鈴木直人さんと織原良二さんという方を、もう織原さんとかもアンサリーさんとか畠山美樹さんとか、そういった方々とずっと出てて、もうまあちょっと大人な感じ、はい、でも同い年なんですけどね、織原さんで、うん、鈴木直人さんも全然譲二さんと近いんで年上の方なんだけど、鈴木さんはなんかね、もともと、あの、今は完璧ジャズで、しかもあの最近ブルーノートで演奏、はい、演奏されていて、もうね、ギターがすごいんだよね。これ、森川君に聞いてほしい。まるで種類が違う。まるで種類が違って、めっちゃ海の匂いがして、海の匂いがしますって言ったら、いや、僕山ですねって言われて、住んでるの山ですって言われたんだけど、だけど、あのね、柔らかくて、ただ、ジャズなの、ブルーノートでもされるから、すごいジャズなんだけど、言っていいのかな、もともとね、あのタッキー&翼さんとか、あとあのいろんなジャニーズとかいろんなポップスのレコーディングは全部鈴木さんがされてたから、うん、ポップスも全然されるので、うん、やっぱね、ジャズやる人うまいんですよ、マルチですよね。だからね、正直スティングみたいな気分だった、この間リハして。スティングがさ、あのバンドでデビューするとき結局バンドを全部ジャズやってる人たちで揃えたから、ポップスなんだけど、ポップスの曲やるのにデビューするとき、デビューじゃないや、スティングっていうバンドにしたときのバックのメンバー全員ジャズの人にしたわけ、うん、ちょっと分かるっていうか、うん、ただスティングの気持ちが、スティングの気持ちがここ一回エイプリルに戻していい、スティングの気持ちがよく分かった。スティングの身になってみると、もう私やっぱスティングだなって思った。スティングの再来、もうそう、なんかそう、スティングの再来続いてはですね、今日も皆さんお楽しみの福岡で活動しておりますバルコニーさんの、先々月から、ね、始まりました、うん、今日も飲み音社今日バルコニーの今日も飲み音社というね、あの新コーナーできましたが、はい、前回は何ですか、サラサさん、はい、出ていらっしゃって、そう前回そうなぜか出ていた、まあ、その話もね、うん、そうちょっと V 後に見ていただきたいと思いますが、じゃあ V 振りいきましょうか。お願いします。2人で、あ、じゃあお願いしますここ はバルコニーさんどうぞ。水曜の女たち広島編、ご覧の皆様こんばんは、バルコニーの今日も飲みましょう。もうすでに飲んでおりますね。出来上がっております。今日はガンガン飲んでるからね。水じゃないからね、これ水じゃないよ。何せね、今日はあの初福岡市、福岡市、チャーリーが引っ越して北でのお家ということでございますからね。初福岡市、まだこの緑がくすんでないよ。緑がくすんでないね。ちょっとほつれとうけどね。うまいよ、これ。ええし、家飲みでございます。はい、家飲みでございます。ということでですね、今日は九州といえばですね、焼酎じゃないかと。もうね、本当焼酎大好きですよね、みんな。焼酎大好きです。ということで、今日はですね、ダダン、デデデデ、薩摩、薩摩酒造の薩摩白波でございます。結構有名な、多分関東とかね、もう多分各地方あるんじゃないかと思いますけどもね。はい、今日はこれをお酒としてですね、まあちょっとしたこうトークをですね、させていただきたいなと
思っております、ね、どうしたどうしたお茶さん。お茶さんも楽しくて仕方がないんでございますよ。はい、楽しいで酔っ払って酔っ払ってますね。はい、あの実は私たちにですね、はい、質問が来たんですよ。ありがたいですか。ありがたいですか。来たんですよ。いや嬉しい、嬉しい出来事ですね。嬉しい出来事です。ありがたいです。そうなんですよ。前見てもらったんですよ ね、 ね、早速ね、第2回目なのに。そうなんよ、そうなんよ。そうだけですね、まあ、今からちょっと読み上げてですね、うん、その質問に答えたいなと思いますね。はい、はい、ではグレコさんからいただきました。ありがとうございます。水曜の水曜日の女たちではね、あのグレコさん結構たくさん書き込みをされてて、ちょこちょここう会話をツイッター上でさせていただいてるんですけど、わあ嬉しいですね。読みますね。はい、バルコニーさんたちへ、特に為蔵さんに質問です。大人気、大人気、ありがとうございます。ご指名ありがとうございます。ありがとうございます。お酒は強いですか。おもし飲みすぎたらどうなりますか。ですね、その後に選択肢が4つ用意されてるんですよ。優しいね、優しい、答えやすいように答えやすいようにね言ってくれるんですよ。じゃあ言いますね、はい、1寝る、うん、2周りに絡む、うん、絡む、3暴れる、うん、4脱いで踊る。さあ、どれでしょうか、どれでしょうかね。まあ、とりあえずお酒はですね、強い、強いですよ。強い、強いって言うんです。強いです。強いね。特に強いのがこの人ですよ。もうなんだろうこれ、ね、答え全部エミコに当てはまるじゃん。全部当てはまるね。ね、一もエミコ、二もエミコ、三もエミコ、四、うん、まあ抜きまではせんけど、うん、楽しかったら踊る、うん、踊るはチャーリーかもしれない。チャーリーね。楽しければ、ね。楽しければ、ね、寝るね。寝る寝る寝る。すぐ寝るんですよ。もうすぐ飲みながらそのこう。ダメだ。そうなんですよ。ということで、まあ強いということ で、ね、飲みすぎたらもう全部に当てはまります。うん、ですね。全部やります。はい。てか飲まなくても暴れますからね。もう飲まんでも暴れと思うもんね。周りにも絡むしね。飲まんでも暴れてる。常に一定のアルコールが保たれとる。でしょうね。ほら見てもらう。誰が？次だし。次だし。めちゃくで次だし。常に飲みオンシャーですからね。そう、常に飲み。飲み慣れとるよね。今日も常に飲みよう。それ当たってる。当たって常に飲みよう。当たってる。エミコンの常に飲みよう。じゃそのうちコーナーがね、あのバルコニーからもエミコンの常に飲みよう。単独のコーナーね。そうなんです。そうなんです。質問お待ちしております。自由なお題を質問お待ちしてますよ。本当何でも答えますよ。本当に何でも答えます。何でも答えますよ。本当に。はい。またね、この奥位置がまた微妙でしょう。ちょっとこうしてくれりゃいいやけどね。なんかね、またいろいろ質問あればね。はい、どし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 、もう何でもお答えいたしますよ。何でももう、はい、酔っ払いながら何でも答えますよ。何でも答えます。よろしくお願いしますね。よろしくお願いします。ね、前回あの、喋りすぎてグダグダになってしまったので、今回パチッと終わらそうと思うんやけど、はい、次のですね、ライブの告知でもさせていただこうかなと。おや、あー、いや、いや、バルコニー次のライブはですね、4月6日、日曜日、うん、日曜日ですね、やめ、桜祭りねあ出させていただきます。ボーカルデビューもしますね。そうなんですよ。その桜祭りでですね、ヒューマンパフォーマンスコンテストっていうのがあって、それで、あのお世話になってる音吉さんというですね、あの、はい、PA さんから、うん、タメ、お前歌えって言われてですね、一人でステージに立ったことない、私がちょっと思い出すだけで緊張するんですが、これなんとね、賞金出るんですよね。賞金が出るらしいです。賞金と、あの、やめの特産物が、ああ、ね、あの、選ばれたらやけど、いただけるもらうことが大好きな、ドラえもん。おー、ドラえもんだよ。ドラえもん、ドラえもんだよ。頑張りましょう、ちょっとそれは頑張ります。バッチリ歌い上げできますので、よろしくお願いします。そしてですね、4月はもう一歩ライブがあります。はい、4月の29日、祝日ですね。うん、はい、こちらも屋根の、うん、大藤祭り。うん、藤の花がめちゃくちゃ綺麗なんですよ。その藤の花が、ほっほって、風がこう、ふって吹いた時に、花がふわーっと散るんですね。うん、その中で、うん、去年歌わせていただいて、とにかくいい雰囲気でございましたので、はい、ぜひ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 、よろしくお願いします。はい、見に来てください。ぜひよろしくお願いします。はい、で、その大藤祭りはですね、実は5月6日まで続いてるんですよね。うん、で、
まあおそらく水曜日の女たち東京編とかでも、ね紹介があったと思うんですけど、今度千春ちゃんと、ゆりか様が、来てやります。なんと、はい、我々も出ますので、おぜひぜひ見に来てください。見てる人全員全員来ちゃう、はい、それではまた来月皆さんの素敵な笑顔を見たいがために我々は喋りまくりますので、よろしくお願いします。それではまた来月、バイバーイ。はい、はい、ということで、エミコンのいつもだったっけ、いつものミオじゃん、あれさ、ドボ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 入れてたよね。私でもね、今までの V の中で一番いいですよ、バルコニーの今日ものミオじゃん、ナチュラルでね。多分この人たち反省して、ね、タメちゃんチャリオ見てるよね、反省して飲んでやった方がいいってなったんじゃない。チャリオも今回が一番いいもん、でまずヨースがいらなかったね今日もヨースがいらなかった。ヨースいつ喋るんだ、ヨースもっと喋ってほしいわ。いいね、この間ね、あったの週ヨース、うん、どうでした。やめで一緒になってすごい気さくな方で、初めて会ったとは思えないぐらい喋りやすい、お互いにね。熊本呼んでもらえないよ、熊本ですもんね今在住はね、そう、なんかそういう取り付けはしなかったの、じゃあ熊本で言ったっけそれ違う、帰っちゃったんですよ。あ、そうそうそう、途中で、ね、家族で、うん、ご家族で来られて、そうなんです、ゆっくり話できなかったんですけど、すごい楽しかったですね。やめ、ね、すごい、うん、ね、今度藤祭り、はい、私とゆりか様も行きますけど、うん、はい、私たちの時は完売会といって梅を楽しむ花、花すごいですね、桜もね、そう、桜もあるし、またスケールが大きいですね。あ、写真見ても藤にして、そう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 、一面、ゆりか様と藤だよ、もうもう完璧じゃない、腹立たしいよね。いこの間もね、うん、SBS さん静岡でゆりか様とやりましたけど、玉吉あるメインなのよ、メインなのに私が番組パーソナリティやってるから出てるラジオパークなにもかかわらず、ゆりか様は弾きながら立ち上がったら、わーゆりか様っていうコールが飛んで、私はずっとマイクで私がメインって言ってました。誰も私にコールしなかった。番組やってるの私なのに、毎週喋ってるの私なのに、静岡ですらコールはゆりか様でした。黒いのジョニーあたりがゆりか様、まあ、仕方がないよね。だから富士祭りでもやっぱりゆりか様と富士、そうなるんでしょうね。玉吉あると豊胸ついなんですね、そこはね、ついつい、玉吉あるといえば豊胸、そう、玉吉あるといえば豊胸、玉吉ある。でも私もう何年も前から言ってんだよね、豊胸したいって、公言してるんです。え、逆になんか夢はない？今日はエイプリルフールだから何でもいいないの、なんかその私が豊胸したいみたいな感じで森川さん、今もういい楽器に巡り合いたいっていうところ、お金が欲しいわ、ちょっと聞きたいお金が欲しい人、みんな手挙げてくださいね、それはあれだけど、ま、いい楽器って何、あの演奏する人たちが言ういい楽器って何なんですか。まあ、その人のスタイルがあるから、うん、その人に合った楽器があるわけだけども、うん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 、なんかこう、まあ、今の楽器はまあちょっともう年を取ってしまったので、いろいろとね、雑音が出ちゃったりして、ね、ああ、そういうことか。ライブにはいいけど、レコーディングになるとちょっと、ね、気になる音がキーンってなったりするのがあって、あ、そろそろ寿命なのかなっていうのを感じて、いろいろまあ調べるんですけど、なんかまあ、音の好みもあるけど、でも結局私たちはそのマイクというかね、ピックアップを通した音を使うので、その楽器の生での鳴りよりもピックアップで拾える音が鳴る楽器というか、ピックアップありきの楽器を見つけないといけないなということになっていて、楽器が鳴りすぎたらちょっとその扱いづらかったりもするし、なんかそれを考えると難しい。それこそ先ほど言った鈴木直人さん、うん、この間リハした時もうすごいチューニングしてきた、どうしたんですかって言ったら、今日買ってきたの増税前にっておっしゃって、もう全然チューニングが合わないんだよっておっしゃってて、すごいもう車1台買える値段のギターでしたよ、まあ、増税前にとおっしゃってました。
増税前にっていうの何度もそのクラスだとそうですよね、かなり変わりますよね、うんうん、だからさ、みんなさ、そう電化製品とかね、皆さんも増税前にわーって買うじゃん、ミュージシャンって増税前に楽器なんだなと思って、ね、これあのミュージシャンあるあるだなと思いながらリハしましたけど、うんそうですね、増税前に買わなかったの、なんかピックアップとかさ、増税は意識してないですね、僕は。あ、本当、うん、もういいかなって、うん、日本の将来のためならね。おお、さすが 8% も仕方ないと、その心はやっぱり、うん、孫の代まで、孫の代僕は面倒見ていきたい。皆さん今書くときですよ、文字落ち込んで、森川家長、孫の代まで面倒見ていきたい。孫の代までは僕はやっぱり面倒見ていきたい、ね、私昨日のいいともの最終回のタモリさんの言葉で涙したけど、うん、今日も違う意味で涙出てきそう。32年やった人と同じぐらいの重みがあったよ今でしょ。あった。いや本当にクソだなって思った。このクソに関する人間クソ野郎の重みで言ったら森川敏行が天才的だな。チャリオさんがゴールデンウィークはぜひ福岡へって。おお、サラさんはゴールデンウィークは何しますか。やっぱりあれですか、フラワーフェスティバルですか。フラワーフェスティバルはね、うん、あのちゃんと登録ができてるのか。今年も、うん、今年もそうね、不安で、まあ、できてなかったらちょっと県外へ足を運んでみるの。そうよ、福岡に来なよ。ありますよね。ですね、さあユージさんが、はい、仙台にもハープの専門店が、ハープの専門店ありますよ。だってハープどこに、仙台行ったらもうゴールデンウィークフラワーフェスティバル出なかったらユージさんに会えに、ユージさん一人ですぐお客さん集めてくる。え、初めての初のイーチフィーリング仙台、ユージさんが一人でお客さん呼んでくれたもん。席ちゃんと全部待ってたから。ユージやる、仙台いいね、ユージはやる男です。そして、コロッケさんが、ぜひ都のロックフェスに参加してください。おお、ちょっとロックな感じ弾いてみて、ちょっとロックな感じ。切ない。コロッケこれでいい。ハープでロック、ハープでロックだと思う。なんかブルースとかロックとかなんかちょっとね。あ、ユッキーこんばんは。終わるんか。今ノリに乗ってきたじゃん。あんま調子乗らせたらね。ムカつくこいつ、ムカつくわ。ひどいね。いいよ、これ。そう、ロックもやりましたよ、ハープ。ね、今すごい頭を働かせた。どうしたらいいんだろう。どうしたらいいんだ。相方の危機を救ったんだね。そう、そうそう、もう顔が青ざめ取ったから。青ざめの町子、青ざめさせましたよ、コロッケが。都は怖いところだよ、都は。あ、行きたいですね、都って、うん、行きたい、いいとこよ。そうよね、宮古島だよね。いいね。あ、ユッキーさん見てくれてます。ユッキーさんは七熊ラインいいなと。七熊ラインの勢いがある、ね、4、3どんなんだったっけ、弾いて聞ける。忘れた。あのね、よくこの歌の、ね、うん、練習をするんだけど、うん、音がなかなか取れないよね、結構難しい。この曲難しい。あ、でもちゃんと練習してるんだ。ちゃんと練習というか、バルコニーとやるためにね。そうそうそう。あ、偉い。じゃあお前練習できる男なんだね。やばい、ヘイシスターが超面白い。増税前に唐揚げ棒買います。やばい、こういう歌が欲しかった。座布団2枚あげます。すごい、うまい。増税前に唐揚げ棒って知らねえ。わざわざ書いてんじゃねえ。あ、チクスカイさん、メモメモって何をメモしてくれてるんだろう。こんばんは、ありがとうございます。ブンブンさん、森川巨匠、孫の代まで面倒見る。あ、チクスカイさん、きっと孫の代まで面倒見るをメモしてくれたんだ。あ、そうですよ、うん、みんなそういう気持ちで。あ、いいね。エイちゃんが増税って言って、たった 3% だよって、これ嘘かな。 3%、 今まで 3% アップって。あ、そういうことよね。じゃあこれ本当だ。 5% からの 5% それともなって、定価がちょっと上がってるよね。うん、うん、え、向けてどういうこと。あの、ただ 3% 上がっただけじゃなくて、定価もちょっと上がる。そうね、切りのいい額にところになっちゃったりとか、消費税分以上に、なんかね、なんかね、今日もとあるバーで働いてる人が、税抜き価格で全部表示してサービス料として 10% 取るって言ってた。あ、だからさらに 2% 儲かってる、その店は。なるほど、ね、意味わかる。もうだから細かいのしたくないから、もう税抜き価格で表示してサービス料として 10% もらう。
なるほどね。あ、そういうアコギな手もあるんだって。 CD 代も考えるとね。そうなんよ。どうする、次またね 10% になって、え、次のアルバムの表示どうするの。それでうちのレーベルの社長頭抱えてたよ。いや、なんか2000、例えば2000円だったら、うん、2000円プラス税って書いておけばいいっていう情報を聞いて、うんうん、プラス税って書いておけばそこの税はその時っていうのもあるし、うん、そういう書き方にするんですよ。いいんじゃないですか。と、あ、来ました。サラサ玉木ちゃる有料ファンクラブ会員募集中。年間3万6万12万24万コースで得点は。あ、そう、ついでにあのサラサがですね、これ本当の情報です、メールマガジンを始めました。おー、素晴らしいじゃないですか。で、まあ、どこのいろんな地域に行ってもこう情報が送れるようにということで、サラサのホームページから登録できるんですよね、はい、していただければ、耳寄りな情報をお届けいたします。森川くんの適当なコラムが載ってます。お、すごいじゃん。あんたコラムなんか書けんの。ツイッターもつぶやかなくて、フェイスブックも更新できなくて、うちなる途中でやめた。うちなる、そのあれを、あれ、よし、いいか。みんな、皆さん三日坊主にならないか確かめてください。もう 一発目書いてます。一発目の話をしてるんじゃないの。最終的にマチコが書いてる可能性を私は危惧してる。最終的にマチコが書いてることを危惧している。コラムってほどのもんでもないんですけどね、うん、どんなんだ今回は。増税前にカラオケになるわけで、運勢占いをしました。お前が運勢占いした。ちょっと教えてよ、どんなエイプリルフールか。あ、それは5日までに登録した人にだけ送ります。あら、うまいことやるわね。もう当たる当たると巷が登録白白詐欺です。これがサラサが新しく始めた商法、登録白白詐欺。皆さんつぶやいてください、まあね、登録白白詐欺でございます、はい、ぜひご登録いただきたいと思います。やばい、喋りすぎてもう一曲歌わないと。歌います。春なのでね、これ全く CD 化されないけど、はい、もう 7,8 年前から歌い続けて、隠れた名曲ですよ。そう、隠れた名曲なんですよ。森川先生から今日これはリクエストいただいて、うん、そうそう、これいいよ。 OK、 みんな OK ですか。はい、あ、トシさんが見てくれてます。じゃあ行きます。玉木ちゃるで初恋桜。3、4。刻んだ名は雨。
ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということで水曜日の女たちをお送りしておりますブルーライブではさまざまなイベントがあります。じゃあ町子先生、まずはこちらを持っていただいてもよろしいでしょうか。はい、じゃん。2014年5月6日ゴールデンウィークですね、ブルーライブさんでこの間もイベントありましたけど大人気なんですね。人気にお答えしましてありがとうの花ということでですね、バンプさん、はい、バンプさんのイベントがあります。14時開場、15時開演となっております。大人2,000円、小中学生1,000円、未就学児は無料となっております。この日はなんかちょっとした軽食がつくそうですけど、うん、バンプさんねお知り合いなんですよね。はい、お知り合い、そうですね、あの直接こう一緒になったことないですけど、お互い多分なんか名前は見たことあるっていう感じですね。バルーンなんとかされるんですね。バルーンアート、バルーンアートとかされるんでしょ、うん、すごいキャラクターをね作るだろう。ベイビーたちはかなり楽しめるんじゃないですかね。はい、わ、はい、かりました、はい、ということで、あの前回もそうですけど大人気で家族で楽しめるそうなので、うん、お昼のイベントです。そう、私のファンにもね、ファンって失礼ですけどね、うん、ファンいつも応援してくださる方々にも小さいお子さん連れてきてくださる方々がいます、うんうん、下ネタ一切なしですよね。こちらは下ネタがこちらは下ネタ一切ない。放響の手術、放響のほの字もないですので、安全、子供に安全な番組ですから、ぜひぜひ番組というかイベントですから来ていただければと思いますが、はい、さあ森川先生こちら、はい、こちら、はい、平原雅之さんのイベントがあります。こちらは6月8日でいいのかな、日曜日になります。自由席5500円ということで、会場が14時開演が15時ということで、こちらもねお昼のイベントですね。なんと毎回大人気だそうで、大人気で満席近いと、ね、なんかすごいんだって、情熱的な、そうクラシック、クラシック、ピアノの弾き語りなんだけど、オーケストラを語らない方、ピアノのソロ、はい、だからサルスさんと同じインストですよね。インストです。だけどこう一人で弾いてるけどオーケストラをホーストさせる、そうで、あの泣いてる方も、そうダイナミックな演奏が持ち味です、ね、あの、はい、結構あのプロフィール見ましたけど素晴らしい経歴もね、うん、そう大人気みたいな。これピアノ好きな方はぜひ、うん、こちらブルーライブさんでもよく定期的にされてるそうなのでね、ぜひぜひ皆さん来ていただければと。サラサさんが大好きな方にはきっとぴったりインスト音楽ですからね、うん、あの玉木ちゃんのような無駄なおしゃべりがない、そんなことないありがとうございます。ですので6月8日のイベントになっております。ぜひ来てみてください。そしてこちらはマジコツでお願いします。こちらはよくサラサさんも参加されます、はい、レイサイドブルーライブルーディナーでいいのかな、ブルーライブはつかない、ブルーディナーということで、毎週金曜日に行ってるんですね、はい、いや毎週じゃないですね、ないんだ、はい、定期的にやってる、まあ、なんかポツポツ金曜日ポツポツと、うん、はい、やっております、はい、こちら今回いつも今週の金曜日ってことかな、不定期だと日程がちょっとあれ、これはホームページとかを見ていただければスケジュール出てます、はい、夜6時から10時です、毎回ねこちらで番組やらせてもらってますが、はい、素敵な音楽とそしてお料理とお酒があります。そう、広島市内でねボーリングもいいでしょう、ビリヤードもいいでしょ う、いいでしょう、カラオケもいいでしょ う、うん、もういいでしょうね、この季節なら新刊コンパはもう終わったか、さまざまな、ね、新入生歓迎とかいろいろありますが、ちょっと違う大人の、ね、夜を楽しもうと思ったらこちらブルーライブさんに来ていただくと最良の音楽と素敵なお食事とお酒がありますので、はい、ベイサイドブルーディナーということで、ね、金曜日夜6時から行っておりますので、こちら、問い合わせ先は、ブルーライブさん、電話番号は 082-250-5522 まで、はい、もう一度 082-250-5522 まで、はい、お電話いただければと思います、はい、よろしくお願いします。各イベントのチケットはそちらにお願いします、はい、そして玉木チャールもあります。じゃーん、来たー、4月19日に、ですね、渋谷にあります JG ブラッドでバースデーライブ始まりと歌ということでね、永田ジョージさんがピアノに向かってタッグを組む、うん、ジョージさんがですね、はいはい、すごくリハから張り切って仕切ってくれて、あらららら、頼もしいですね。ぶっちゃけ玉木チャールの曲を広島で聴いたらサラサのアレンジになってるから、あ、全然違うなって驚いてる人が結構多いと思うんですけど、逆に言うと東京のサラサみたいな感じですね。あ、もはやね、永田ジョージが絡むと原型をとどめません。で、まあ良くも悪くもね、悪くもっていうのはほら、いや違うの、あのCD の音源通りの聴きたいなって人もいると思うけど、そういう意味ではもう全然期待を裏切りますが、すごいいいです。ちょっと Facebook にも書いたけど、正直ね、自分が40、50になった時どういうサウンドかなって結構悩んでたのを、いい感じで自分の未来を満たせてもらうようなサウンドでしたので、
まさに玉木ちゃんの始まりと歌という感じですので、予約していただくと、4000円、当日4500円になります。昼はですね、14時からスタート15時になります。夜の部は、オープンが18時半でスタート19時半なんですけど、なんと昼も夜もですね、ファーストとセカンドとあります、はい、だから投資の人はなんと4ステージ入れます。そう、もう私たち、そうなんです、2ステージずつ、2ステージずつやります。はい、頑張りますね。はい、超豪華です。どんな曲なんです？全部違う。それ行かないといけんじゃん。そうなんです、投資で聞く方は6000円、それが4000円で8000円とかあんた今度しようじゃん。ぜひぜひ4月15日は姉さんの誕生日祝いにこちらが詳細になっております。すごいでしょ。いや、ほんま頑張りますね。そうなんです、これはね、メンバーがいいんです。あ、それとは別に4月14日は札幌で、クーというところで4月14日初札幌玉城チャルワンマンをピアニストの福由紀子さんと行います。札幌行くの？そうなんですよ、4月14日はぜひですね、札幌の皆さん、札幌にお友達がいる方、告知してください、よろしくお願いします。そして4月29日はですね、はい、なんとまだ告知前なんですけど、先に初静岡ワンマンをやります。忙しい、すーあっちこっち行きますな。そうです、初静岡ワンマンをゆりか様といつもやってたんですけど、抜きで、抜きで初はもうね、ライブハウスウーというところであります。ジョニーさん聞いてますか？18時半オープン、19時半スタートでですね。北海道は、北海道は4月14日。名前はクー、クー、あ、で静岡はウー、ライブハウスウー、いやおっと思って、クーウーで、福岡コンボね、フーウー、クーウーコンボね、まあいいわ、ウーというところでやります。でこちらはですね、中司さん、中司さんというベーシストの方、ウッドベースを弾かれる、ね、うん、ジャズの方と、中司さんがやっているバンドのメンバーの佐々木さんという方をギタリストにお迎えして、うん、スリーマンでトリオで行いますので、ぜひぜひ聴いてみてください。前より3000円となっております。初メンバーでやるので、静岡これからどうなるかなと、ワンマンで、初ワンマンやりますのでね、20人を集めた。今まで50人ぐらい来てたんだけど、誰かがいて一緒にやってますからね。あ、初だからちょっと弱気な、私は20人来ればいいかなと思ってます。まあまあ、全く未開の地ですもんね。そうです、うん、そして福岡も5月8日に8日に初ワンマン、うん、福岡ワンマンを大石ゆかさんとフルムーンヌードということで、コンボというところでやりますので、ぜひ来ていただければ。すげー、もうちょっとね、あっちこっちやってますね、本当に。今年は頑張る、うん、今まではじゃあ全然頑張ってない。違う、違う、生き返もう一度、もう一度一からやり直そうと思って、はあはあ、いろんな意味が、それがワンマンかなって、なんか負け戦になっても、それが今の私だと改めて受け止めつつ、腹くくって各地回ろう。なるほど、ね、でもその時来てた人のことは一生忘れないので絶対来てくださいということで、サラセさんは、はい、東京でも何かあるんですかね、はい、そう、東京であります。はい、4月12日にですね、はい、先ほど、冒頭で言いましたコンテストがあるんですけれども、うん、まあ、それもいいんですが、その次の日にですね、はい、指弾きの日というですね、はい、僕が出るコンテストはフィンガーピッチングデイというイベントなんですけど、それを日本語にもじった指弾きの日というイベントを、はい、西山孝之さんというギタリストがこう発起人となってやります、うん、サラサも出ますけども、あと江原健太さん知ってますよね。江原健太さん、すごい、アンジェラアキさんがね、大好きで、アンジェラアキさんのライブでよくオープニングされたりとかね、一緒にされてる、すごいですよ、足元の機械を駆使して一人で、機械をミュージシャンとは思えないけど、足元の機械を駆使して、いや、もう使いこなすんですよ、ね、機械を完全に使いこなせる人はあんなにないです。江原健太さん、ゆくさせいじさん、この方はテレビとかにも出て、されてますし、丸山達也さん、これ北海道の、うん、すごい若手ギタリスト、うん、はい、が、原宿の方で、北海道だったら知ってる人いるんじゃない、そう、丸山達也さん、ひらがなで丸山達也さん、エリちゃん、エリちゃんが見てくれてる、はい、こんばんは。で、知らない人はぜひちょっと調べてください、すごいです、アコギ一人で、彼も若いのにね、本当いろんな機会を駆使してですね、いろんなことやります、うん、で、これ原宿です、残り多分2席とかしかないです、はい、もしご興味ある方、ギター堪能できますので、うん、4月13日日曜日、原宿はライブノートカフェ、わかります、はい、もうでもソールドアウト、もうマジか、マジか昼の 番組じゃない、昼のライブですので、1時半からスタートになってます、はい、よろしくお願いします。ということで、今日はすごいみんながつぶやきまくってくれました。
盛り上がってありがとうございます。合計208人見てくれてましたね。こんなね昨今テレビがいっぱい面白い中、はい、いつも水曜日の女たち時間を割いてくれて、はい、皆さんありがとうございます。ありがとうございます。今日もみんな最後はサラさんの気まぐれセッションで、うわどうしようかな、だから毎回皆さんここから歌ってるのは急にだけど、今日テーマエイプリルフールだけど、なんか何つぶやこうかな。あ、丸山さん知ってるって、エリちゃん、今回ね、私の初札幌ワンマン写真を全部、映像とか全部撮ってくださるエリさん、丸山さん知っとる、丸山さん知ってる、有名なんだね。有名よそりゃ、若いのにねえ。あ、ナナイちゃんが見てくれてる、こんばんは。じゃあみんなちょっとなんか私に歌ってほしい曲とかね、つぶやいてね。歌ってほしい曲、あ、歌ってほしい歌詞ね。馬車馬のように働きますね、辺見正弘さん。そうなんよ、まあ頑張る、今年も頑張る。野口さんもブーフー違うやったね。どういう系でいく今日のセッション。じゃブルーになるやつでいこうかな。悲しいの、あ、私なんか盛り上がる系で考えるからいいよ、悲しいの。ウェイプリルフールで喋ってきて悲しいのか、わ悲しいわ。なんか単語がないと無理だ。春か、春かダメだ。なになに、 C で悲しいの。なんかテーマがいるわ、その、そういうの。ブルーじゃない方がいいですか。いや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 、もうこれは戦いだから。桜ひらひらって、あ、桜ひらひら、いいね、桜ひらひら。いやもうダメだ、嘘、赤い手拭いマフラーにしたのしか出てこないんだけど、ちょっと待って、ちょっと待って、やばい、赤い手拭いマフラーにするやつしか。あ、入学式一人寝、いかがだったでしょうか、はい、捨てたあの子を思い出す。あの子は今年入学式だろうか。桜ひらひら舞う季節でございました。強めの女たち今日もありがとうございました。また来月、玉木ちゃんとサラサでした、でした。やばい、人を捨てちゃった。僕が今恋してること